はい、皆さんこんにちは。あー、暑いですねすごく暑い。もう普段はね、外仕事をしているのですが、もう見てください、焦げましたはい、ということで2個目の石ハリーの箱庭を作っていきます。で、まずはね、あのイメージの図面を描いて、まあ、石を割って石張りをしていく順番になると思います。うん、まあちっちゃいの割るんでね、うまく割れるかどうか自信はないですけども、楽しく制作していこうと思います。では早速、まずは大きい石の配置を決めます。まあ、だいたい角ぐらいが、角に持ってくる方がいいな、ここら辺と、まあ、ここら辺とで、小さいとか中ぐらい、ね、中のとこら辺に、まあ、大きいのを、こっちにも大きいのとできて、で、ここか。まあ、だいたいここら辺はだいたいいけたんですけどね、ちょっとここがバランス悪いかな。あ、で、形跡が起きたいんで、ここは、ここは×の、小さいのいっぱいあるしな、ここも×の、基本こっちが正面になるんで、形跡と、よし。まあ、あくまで、こんな感じで作るっていう予定なんで、ところどころ変更ありますが、これで、とりあえず進んでいこうと思います。よいしょ。さて、では、やりますか。先に終わりをしていこうと思います。まずは、まあ、真ん中で適当に、あ、全然無理や、邪魔やな。よいしょ。ここはもうこれでいこうか。
よいしょ。ということで、全く違う形にはなってしまいましたが、まあ、このまま全体のバランスを見ながら、制作していきたいと思います。こんなもんかな。じゃあ、どんどん割ろうか。日が暮れたんで、今日はもうここまでにします。で、また、日改めて続きをしたいと思います。はい。ということでね、今日はちょっと お仕事お休みなので、続きをしていこうと思います。で、最初のね、形よりもね、少しちょっと変えていこうと思います。はぁ、しかし今日暑いなぁ。よいしょ。じゃあ割っていこうか。あ、漏れちゃった。漏れちゃった。はい。ということでね、途中経過ですが、とりあえず完成しました。まあ、バランス的にいいんじゃないでしょうか。で、最後にね、ここの円を割って、で、まあ、目地とかをね、調整していこうと思います。うん。これで失敗したらまたやり直しって感じですね。よっしゃ、ほんじゃ、書こうか。完成しました。ここがね、ちょっと欠けてしまってね、うん、動画には載ってないんですけど、さすがに叫んでしまいましたね。イラってきた。じゃあこれでね、セメントとかを使ってね、仕上げていきたいと思います。よし。
え、はい、ということでね、仮置きをしてみました。で、高さを調節するために紙粘土を使います。さてと、じゃあ目地を合わせていきますか。よいしょと、はい、ここが一番背が高かったからここに合わせようか。で、揃えていったんですけども、ここがな、どうしようか。この子外します。この子も外して、で、こっち、あ、こっち、よいしょ、調整しようか。まあいっか、これでいこうか。で、これからセメントを流し込みます。まずはお水でちょっと流そうか。で、こちらがセメントと、まあ、水なんですけども、量はどれぐらいやろうな。あ、ちょっと入れすぎた。喋りながら入れすぎた。ちょっと入れすぎましたね。セメント足します。こんな感じでできました。これ絶対めっちゃ余るやん。やり作りすぎたな。まあいっか。じゃあこれでね、セメントが固まるの、セメントというかモルタルかな、モルタルと言えばいいのかな、固まるのを待ちます。はい、1日ね寝かしてみたんですけど、だいぶ乾きましたね。取れるかな、前だと。あ、OKOKOK。 で、あと余分な部分を取って完成です。
しゃ、取れた。ということで、石針完成しました。いかがでしょうか。見えますかね。図面とはね、全然違うんですけども、もうやはりね、こういったね、小さい石はもう今の僕の技術じゃ割れません。もう割れ。はい、まあ僕自身も気に入ってるんでいいでしょう。うん、よしとしよう。はい、あ、まあうまくできてよかったです。うん、完成が楽しみですね。次回は枯山水をしていこうと思うんですが、石よりもおそらく波紋を表現したいので、メインは小さなほうきといえばいいのかな、霊気を作るのがメインとなりますので、次回もお楽しみに。では見ていただきありがとうございました。